すごく好き。アンジュルムのリーダーの小田彩香です。モーニング娘。15の野中美希です。今回のハロステは私たち2人でお送りします。よろしくお願いします。じゃあ最近のマイブーム、はい、マイブームはですね、うん、私は最近すごいヘルシー志向で、うん、ヘルシー、はい、ヘルシーでお野菜をすごい食べるようにしてて、オーガニックなお野菜とか自分でお弁当を作ってみたりとか。すごい青汁がいいよ。青汁ですか？うん、飲んだことある？ないです。本当？あ、いや、毎朝飲んでるよ。本当ですか？うん、すっごい美味しいよ。私も飲んでみます。なんかちょっと苦そうで、
挑戦してないんですけど、うん、今めっちゃ飲みやすくなってるの、抹茶入りとかあるから買ってみます。え、ありがとうございます。そして私のマイブームはですけど、はい、あんまり最近ではなくずっとなんですけど、はい、美術館とお寺に行くことで、はい、美術館最近あのゆとりろとバラトンっていう人の、そうゆとりろっていう人とバラトン、はい、親子なんだけどね、はい、バラトンっていうのがお母さん、はい、だから女性画家なので、ゆとりろは息子なんだけど、その二人が描く、あ、別々で描いてるんだけど、はい、二人とも画家なのね、はい、その絵を見てきて一緒に展示とかしてあるんだけど全然違うのね。で、二人の親子なんだけど結構なんかすごい物語が繰り広げられてて、親子の愛とかなんかそういうんじゃなくて、はい、ちょっとすごいハラハラドキドキするような物語があって、そんな奥が深いんだ。そう、そういうのが関係してて、あ、こういう絵になるんだなと思って見てて、とってもなんかすごい考えさせられましたね。とっても楽しかったです。難しい。最近はどうですか、グループ。はい、モーニング娘。ワンファイブは先日武道館公演があって、12期メンバーは初めて武道館でパフォーマンスをさせていただいたんですけど、もう本当にめちゃくちゃ楽しくて、もう終わっちゃったっていう感じで、で今は武道館公演も終わって、今舞台の結構真っ最中 で、6月18日から池袋サンシャイン劇場で、はい、トライアングルっていうミュージカルを選抜メンバーでやらせていただくんですけど、うん、もうそのお稽古を本当に真っ最中で、すごい楽しいです。やってていいですね。なんか、はい、聞いたところによると2つ、はい、なんか2種類あるっていう、2種類、はい、アルファとベータっていう2種類があって、うん、同じ物語なんですけど、うんうん、それぞれ違う視点からお話を見てて、両方見ないと謎が解けない的な、はい、両方、そうですね、両方見た方が、両方見なくちゃ、あ、そういうことだみたいに、両方見なくちゃなるんですよ、うん、で今回男役をやるのがさやしさんと工藤さんなんですけど、うんうん、工藤さんが、そうですね、はい、見に行かないとね、はい、見に行かないと、ぜひ見に来てください、うん、行きます、はい、そして、はい、私アンジュルムはですね、先日福田香音ちゃんの卒業の発表があって、そして日本武道館公演をアンジュルムとしては初めてやらせていただいたんですけども、本当に武道館って本当にあっという間だよね。あっという間でした。本当に始まっちゃうとすぐもういつの間にか終わってて、あれって終わってるみたいな。でも出た瞬間なんか幸せな感じとか、なんかすごく幸せな空間に包まれていたなっていうのがすごく思いますね、うん、私もアンジュルムさんの公演見に行かせていただいたんですけど、うん、もうすごい楽しくて、うん、本当に楽しくて、ありがとうございます。楽しくてすぐ終わっちゃうね、本当にあっという間で、でもとっても楽しかったです、はい、ということで、はい、今回はこんな2人でお送りします、はい、よろしくお願いします。おかえり、オープニングでは5月26日に日本武道館で行われたアンジュルムスターティングライブツアースペシャル日本武道館大器晩成から7月22日に発売する新曲七転び八起きをご覧いただきました。七転び八起き新曲で今回ね、はい、9人メンバーがいる中で3人がダンスだけをするっていう構成になってるのね、はい、これが初めての試みで、はい、しかもそのメンバーがね、福田香音ちゃんと勝田里奈ちゃんと佐々木梨花子ちゃんで、はい、なんかリナプーはなんかそういうイメージないかなって思って、むしろなんか省エネとか自分で言ってたり省エネって言われてたりする、はい、リナプーがすごいバキバキに踊ってて、すごいかっこよかったです、はい、なんか新しい姿が見れたなって思いますし、その3人踊って6人が歌うっていうのがまた新しくて、すごくかっこいいなんか曲になってますので、楽しみにしていてほしいなと思います。そして日本武道館公演はさっきもちょっと言いましたけど、はい、本当に楽しくて、でもね、いやーすごいね、はい、ハプニングだらけだったの。そうなんですか、全然わかんなかったですね。なんか、はい、まあすごい嬉しいこともたくさんあったんだけどね、一つすっごい大きいハプニングがあって、はい、最初のね、オープニングの時の衣装が、はい、次のもう時間がないから早替えの時間がないから、はい、前が全部ね、ボタンでバラ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 って開くような形になってたの、はい、衣装がね、
したらね、踊ってる時にね、バーンって全部開いたの。本当ですか？そう。でも踊ってる時でね、乾燥のダンスでちょっと激しかったから、でもね、気づいたら全部開いてたの、前が。どうしようどうしようどうしようと思って、一生懸命こうやって隠しながらね。全然わかんなかったです。もうびっくりしちゃって、私もかっこいいって思いながらずっと見てました。誰にも見られてなかったらいいなっていう、はい、ただただその思いですね。でも本当にハプニング結構あって、でもすごい、それも含めてとってもいい思い出になったなと思いました。すごい幸せ。私たちモーニング娘。5もアンジュルームの翌日5月27日に日本武道館でモーニング娘。5コンサートツアー春グラデーションのファイナル公演を行いました。その中から2曲ご覧いただきます。どうぞ。コンサートツアー春グラデーション最終日 in 日本武道館、皆さん最後の最後まで全力で楽しみましょう。
愛の軍団ミカをご覧いただきました。モーニング娘。15は5月27日に日本武道館でツアーファイナルの公演をしたんですけど、日本武道館すごい広くて、そうだ、ね、しかも中日メンバーが去年お披露目された場所だったので、ね、すごいなんか感動的で、うん、初めて日本武道館でパフォーマンスをさせていただいたので、うん、なんだろう、加入してからの思い出が、うん、すごい思い出してきて、だんだん一気にわーって、うん、あ、こういうことあったなとか、うん、それで最後みかんの時に、はい、涙が溢れてきて、勝手にすごい感動的だったなって思います。こうやって自分たちの、はい、あの映像とかを見ても、はい、武道館の行動本当にあんまり覚えてなくて、覚えてないです、一瞬過ぎて、一瞬すぐ過ぎちゃいました。1年くらい前の映像を見てるような気分になります、はい、ね、もうあ、すごい昔だなーって、うん、もうすごい遠い遠い日です。そうだね、それほどなんかとても思い出です、ね、はい、すごいいい思い出になりました、うん、はい、大人気コーナー四字熟語のお時間です。今回から私が先生をやらせていただきます。アンジュルムの和田彩香です。よろしくお願いします。生徒も今回からですね、この方椿ファクトリーの山岸莉子ちゃんです。椿ファクトリーの山岸莉子です。特技は莉子だけにリコーダーです。よろしくお願いします。何が吹けますか？チャルメラを吹けます。さあ一緒にお勉強していきましょう。今回の四字熟語はこちらです。四面楚歌。
山岸さん、はい、わかりますか？なんか4って書いてあるので、はい、四季かなって思って。四季、春夏秋冬の。そうですか。なんか歌を歌うみたいな感じかなって思います。そうですよね。和田先生の考えを教えてください。私はなんか字を見る限りなんか中国の言葉かなと思って四面っていうのはなんか四つの面を持ってるというか、なんかそういういろんな方向から来る、なんかソカっていうのはちょっとわからないですけど、歌っていうか歌話とかをちゃんと聞きなさいとか、そういう意味合いを持ちます。はい、正解はどうでしょう。それでは正解です。四面、四面楚歌とは周囲がすべて敵や反対者で全く孤立して助けや味方がいないこと、またその様だそうです。歌ではなかったですね。そうですね、うん、どうでした？なんか自分の考えと比べてみて。なんか全く違くてびっくりしました。ちょっとなんか怖い感じもしますねこの意味合いだけ見ると。和田先生はどうでしたか？私はそうですね、まあ先生なのでちょっと復習足りなかったかなと思って、はい、昔の教科書とか見返さないといけないなって思って、はい、そうですね、まあこういう言葉もありますので、はい、普段は使わないかもしれませんけど、はい、覚えておくといいでしょう。はいちなみに以前の配信で同じ意味の四字熟語をやったことあるのですが、何かわかりますか？わからないです。ですね、はい、同じ意味の四字熟語なんですけど、孤立無援というものですね、うん、それも同じような意味があるので、はい、覚えてください。はい、ということで、それはですね、工藤先生の回ですので、あなたもぜひ復習してみてください。ということで、次回もお楽しみに。四字熟語のコーナーをご覧いただきました。VTR の中でですね、私があんまりその四面楚歌っていう言葉使わないって言ったんですけど、はい、スタッフさんに聞いたら、はい、結構使うみたいなんだって四字熟語の中でも、はい、聞いたことある？四面楚歌。私はないです。だよね。ないです。うん、いやもしかしたら聞き流してたかもしれないです。そうだね、意味がわからない、うん、はい、このコーナーを機に。でも四面楚歌っていうのはね、はい、もう覚えたから使えます。使えますね。はい、使っていきましょう。一つ頭良くなりました。はい、はい、おかえり。拳ファクトリーと椿ファクトリーの映像をご覧いただきます。どうぞ。みなさんこんにちは、拳ファクトリーです。はい、初めてのイベントが始まりますが、皆さんどうですか？はいはい、初めて同期3グループでのイベントなので、この拳パワーで対抗イベントなんで絶対に勝ちます。イエーイ。はい、本当に。そして個性とかを、はい、たくさんの人に知ってもらえるように拳パワーでね、頑張ろうって思います。はい、はい、イエーイ。こんな感じで拳パワーで拳の友情と絆をしっかり見せて8人で団結して頑張っていきたいと思います。はい、はい、それでは以上、拳ファクトリーでした。バイバイ。
私はずっと青系の色がいいなってずっと思っててメンバーにも言っていたので本当に嬉しいです。はい、私浜浦彩乃はこの色になりました。私はずっとピンクかオレンジが良かったので今回ピンクになれたことがすごい嬉しいです。はい、私井上玲はこの色になりました。私はこの色が大好きなのでこの色に合うような私を出していけたらなって思います。私はこの色がイメージカラーです。この色はなんかもっとアンジュルムの和田彩香さんの色なのですごい嬉しいです。はい、私小川玲奈はこの色になりました。私はずっと前からこの色がすごく大好きって言ってたのでこの色になれてすごく嬉しいです。はい、私田口夏実は この色になりました。友達からオレンジって感じがするってよく言われてたのでなんか嬉しいです。はい、藤井リオはこの色です。この色になりたいなって思ってたので嬉しいです。はい、私和田桜子はこの色になりました。同じ愛知県出身のモーニング娘。ワンファイブの鈴木香音さんも同じ系の色なので、はい、愛知県代表としてメンバーからもそれぞれ決まったのでこれから個性を出しつつ自分たちの色を出しつつ8人で頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。まもなく本番が始まるんですけどやっぱり私たちはまだ結成されてちょっとでたくさんの方に名前と顔と特徴とかを覚えていただけるように個性を出しつつ頑張っていきたいなと思います。すごく本番前でドキドキしているんですけどみんなで楽しんでやりたいと思います。グループの良さを出していけるように頑張りたいと思います。椿ファクトリー6人力を合わせて頑張るぞ。こういう元気な色が好きなので自分もこういう元気な人になれるように頑張ります。はい、私はこの色になりました。なんか生 T シャツで黒と黄色を着てたのでこの色になったので新鮮な感じです。はい、私はこの色になりました。名前がキソラなんですけどなんかキソラって感じがしてすごい嬉しいです。私はこの色になりました。こういうあったかい色は大好きなのでこんなすごく嬉しいです。6人のカラーも決まってより一層椿ファクトリーとして頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。バイバイ。こぼしファクトリーと椿ファクトリーのメンバーカラーの発表の様子をご覧いただきました。メンバーカラーどうですか。メンバーカラーいや、うん、私はパープルなんですけど、うんうん、今発表を聞いてて、うん、井上玲ちゃんと
私は同じ色だって思って。何色がいいとかあった？私は、うん、なんか暖色とかがいいなって思ってたんですけど、真逆になっちゃったね。はい、真逆のパープルで、うん、あ、私パープル似合うのかなって最初思ってたんですけど、なんか着ていくうちにパープルがどんどん好きになっていって、ね、うん、それわかる。なんかすごい自分の色に愛着が湧いてわ、うん、かるそれ。はい、あゆもね、はい、私はもともとスマイレージだった頃に青だったのね、はい、ずっとでもあゆは青よりもなんか明るい色の方が好きだったから、やっぱり、はい、青かって最初は思って、はい、どうだろうって思ってたけども、青がすっごい好きになって、はい、え、なんかもう青以外はもう考えられないぐらい好きになったんですけど、はい、メンバーカラーとしては。でもアンジュルムになって赤に変わったのね、はい、はい、そしたら未だに分かんない。なんか T シャツとか青とか赤着ててもあれ自分どれだろうみたいな、なんかまだ慣れないなっていうところは正直ありますね、はい、けどなんかその色で応援してくれるっていうのはとても嬉しいですからね、はい、ぜひぜひ、こぶしファクトリー、つばきファクトリーの新しいカラーでね、はい、しました私もいいね、応援したいですね。すごく好き。質問コーナーです。このコーナーは私たち MC の2人がお互いに質問をして答えるというコーナーになっています、はい、では最初は、ね、うん、私から和田さんに質問をしたいと思います、はい、あの仏像さんと美術についてなんですけど、はい、私先月、うん、先日、うん、ちょっと前に、うん、ルーブル美術館展を一人で見に行ってきたんですよ。知ってる。おー、ありがとう。知ってるよ。なぜか私のところに情報が来たよ。ありがとうございます。嬉しいと思って、嬉しいです。仲間ができたかもってちょっと密かに思って。でも、見方が全然わからなくて、うん、その解説を見ながら絵がポンポンポンって置いてあって、うん、これどうやって見ればいいんだろうと思って。おすすめの見方というか楽しみ方で、あ、楽しみ方、やっぱりそうなると、はい、あの私が書かせていただいた乙女の階段内っていう本を読んでいただくのが一番いいかなと思うんですけど、でもそれってもうルーブル美術館展だよね、この前言ったね。はい、そうです。あれはね、はい、風俗画っていうね、人々の暮らしを描いたのがテーマなんで、はい、解説でなんかちょっと見ました。そうだから、あ、当時こういう暮らししてたんだなっていう見方ができたらすごい面白いんじゃないかなって思うし、なんかその絵の中にいろいろね隠されてるの。なんか歯抜いてる人の絵があったりしたの覚えてる？わかんないです。歯抜かれてる人の絵があったんだけど。わかりました。そう、はい、それの後ろでなんかグルになって、見ました。 その人が持ってるものを取ろうとしてたり、なんかそういう泥棒とかそういうのはね、全部こういうことがあるから気をつけなさいっていうねアドバイスだったりするので、そういうアドバイスとかこういう意味があるっていうのが細かくね結構入ってたりして、はい、それがすっごい面白いから、それ最初に言っといたらよかったね、はい、次行くとき教えて、また教えてください、うん、いろいろ、うん、ありがとうございます。いえいえ、うん、じゃあ次は、はい、私が質問します。はい、この前、はい、ルーブル美術館展に行ったと聞きましたが、はい、何の作品が一番、何の作品良かったですか？お気に入り、どういうやつが良かった？わかんないんですけど、うん、なんかあの絵を描いてる男の人がいて、うん、で地球儀みたいなのが、あ、フェルメール、はい、うん、なんかすごい有名な、うんうん、そうだね、一番最初にドドンあったの、真ん中辺にあった、真ん中辺、そう、真ん中辺にあったフェルメールだね。そう、すごいの、あのね、フェルメールのね、はい、私が好きなポイントは、はい、光なんだけど、なんかね、すごく溢れ出てくるような感じが、すごい好き。あれは天文学者かな、確か、作品名が。で、地理学者っていうのもあったりするんだけど、それ何年か前に見てね、今回は天文学者が来るなと思って、とても楽しい、はい、解説も読んでました、うん、フェルメールすごく人気だからな、そうね、はい、よかったね、見れて、見れてよかったです、うん、よかった。なんか美術のお話できる仲間がちょっと増えて嬉しいです、
こんなに私の話を聞いてくれるなんて。今度美術館一緒に行きたいです。あ、これこれ、うん、これをね、見たらわかるよ。見ます。フェルメール入ってるから。あ、ほんとほんと、うん、入ってる入ってる。手紙、手紙の中。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとうちのね、竹内あかりちゃんはね、はい、買ってくれたのにね、読んでくれないんだよね。じゃあ私は読んでくれないの。3ページしか読んでないって言われた。じゃあ私はまずは5ページ読んで。あ、5ページぜひぜひ。で、10ページ読んで。ぜひぜひ。少しずつ読んでいきたい。はい。すごい幸せ。エンディングです。今回のハラステいかがでしたか？よかった、はい、よかった。ありがとうございます。どうだった？すごい楽しかったです。うん、なんか和田さんと2人でこうやってお話しするの初めてだったので、うん、美術のお話も聞けたし、ね、またいろいろ教えてもらいたいなって思います。私もなんか、はい、まだね、でも何て呼んだらいいか分かんないんだ。何でもいいです。何て呼ぼうかな。野中ちゃん。とりあえず読んだってね。ありがとうございます。野中みきちゃんと野中みきちゃんの、はい、と一緒に、はい、でもね、MC できてすごく楽しかった。私も楽しかった。なんか本当に、はい、いつも私が美術の話をすると3期メンバーもね、はい、もうみんな無視、あ、バタバタさんなんか言ってるみたいな感じでね、みんなこうやって言われるんだけど、野中さん、野中ちゃんはなんかすごいたくさん聞いてくれてすごくすごく嬉しかったです。ありがとうございます。今度ね、一緒に行こうね。はい、行きたいです。ぜひぜひ。ということで、はい、今後、はい、ハロステでやってみたい組み合わせありますか？MC、私が個人的に見てみたいのは、うん、アンジュルムの中西かなさんと、うんうん、モーニング娘。ワンファイブの12期メンバーの尾形春奈ちゃんの大阪コンビがすごい見たいです。あゆもそれは賛成。え、見たいね。なんかあの2人の間では先輩後輩っていうのはあるけど大阪弁にしてるんだって。そうなんですよ。見たいよね。見たいです。カナナは普段大阪弁喋ってくれないから、すっごい可愛いんだよ。え、そうなの。見たいです。ぜひぜひ見たいです。よろしくお願いします。お願いします。それでは最後にカントリーガールズ稲葉真中のヘアアレンジの映像をご覧いただきながらお別れしたいと思います。今回の MC はアンジュルムのリーダー和田彩香とモーニング娘。ワンファイブの野中美希でした。またお会いしましょう。バイバイ。カントリーガールズの稲葉真中です。はい、私は今日2回目のヘアアレンジなんですけど、今日はフィッシュボーンっていうやつをやってみたいと思います。はい、始めます。フィッシュボーンって知ってますか？なんか三つ編みの進化系みたいなやつなんですけど、まあ、今日はそれの2つバージョンをやります。まず2つに分けます。分けてこういうちっちゃいゴムで、なんか結ばなくても普通にこう編み始めちゃってもいいんですけど、こう結んだ方が綺麗にできるので今日は結びます。よいしょ。でこっちも、髪の毛がふわふわしてます。この辺かな。よいしょ。ん？ちょっとふわふわしてるけど、はい、それじゃあ編み始めます。まずこれをこのツインテールの片方を半分にします。で半分にして、この時になんかどっちかが少なすぎたりしちゃうと
結構後で見栄えが悪くなっちゃうので、ここ結構重要です。綺麗に均等にしまして、片方こっち側の外側、この毛の外側の毛をこっち側に持ってきます。こうなります。はい、こんな感じです。だからこっちの方が今多い状態になるんですけど、またこの多い方の外側をちょっと取ります。シュッシュッ。でこの外側をまた内側に戻します。はい、の繰り返しです。外側を内側に持ってきて、外側を内側にシュッ持ってきて、で結構三つ編みとかだとなんかパパパパパってこうすぐできるんですけど、フィッシュボーンの場合はなんかちょっと難しいので、ちょっと上級者向けなんですかね。でも慣れてくるとすぐパッパッパーってできるようになるので楽しいです。できてきました。楽しいですね。どのぐらいの長さまでやってもいいんですけど、例えばあんまりちょっとしかやらない時とかは毛先をこう巻いたりとかしても可愛いんですけど、今日は割と、まあ、ストレートな感じでやります。じゃあ今度反対いきます。なんか細めだとたくさんこう編み目がある感じで、太めだと結構すぐ終わるんですけど、ちょっと私は今日そんなに太くないバージョンで、出来上がった後にちょっとひと手間加えたいと思います。これだとちょっとなんか面白みがないかなって。全然これでもいいんですけど、私は何でも緩くするのが好きなので、このやつをこうキュッ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 とこう指でほぐすんですよ。魚の骨をこうほぐすんですけど、そうするとこうちょっと太くなって、でもっとこう外側とかをピッてバーってなりすぎないようにこう引っ張ると、ふわふわなこうなんていうんですか、ゆるふわな感じになるので、でこっちもやります。魚、小さい頃によく骨とか取ってもらいました。お母さんにほぐしてもらって、そんな感じでこうほぐします。よいしょ。でこうほぐしたりすると、なんか今日はないんですけど、例えば帽子とかをかぶっても可愛いですし、カチューシャとかリボンとかこうつけたりとかしてもいいと思います。だいぶいい感じに、これは決してぐちゃぐちゃなわけではないんですよ。ぐちゃぐちゃではなく、そういうおしゃれです。はい、完成しました。イエーイイエーイイエーイ、フィッシュボーンです。はい、まあ、ちょっとここは出しすぎちゃったんですけど、それもまたなんかこう手作り感というかご愛嬌でいいんじゃないかなと思います。すごいなんかどんな服にも合うので、かっこいい服でもスタンダードなシュッっていうやつをしたらすごい合いますし、今日みたいなこうピンクとかっていう服にはふわふわすると雰囲気が出たりだとか、あとなんかこうくるってピンでこうやって留めたりとかもして、アレンジも効くので、ぜひ皆さんやってみてください。フィッシュボーンでした。バイバイ。
はい、今から今日は私は物販コーナーに行きたいと思うんですが、このままで行ったらもうバレバレになっちゃう、やっぱりオーラがあるから。だからこうカツラとかね、マスクとかをして行ってみたら皆さんは気づくのかなということで、行ってみたいと思います。ドキドキ頑張ります。絶対これバレる気がするんだけど、バレると思うんだけど、待って、マスクしよう最初。すっごい地味じゃん。ちょっといいですか見て。なんかカツラって難しいんだけど、前髪切ったんだけど、これもう鼻が目立ったんだよ。多分ね、すぐバレると思うよ、オーラがあるから。きっとだけど最初はマスクもしてるから、メガネもしてるし、ちょっと大丈夫かな。いや、バレるんじゃない？なんかバレそうだよね。曇っちゃうんだけど、メガネ曇る。お疲れ様です。今気づかれなかった。だってマスクもしてるし。そうですよね。でも気づきました。ちょっと気づいた。声か。絶対バレるよ。よろしくお願いします。ちょっと今、会社のやることを。はい、T シャツが今、一般の人が取れるのは L だけなので、はい、サイズの S と M の XL を取ってもらいたくて、はい、それぞれ多分メンバーカラーを取ってもらいたくて、わかりました。はい、私は T シャツだけ取ればいいんですよね。それぞれのサイズをお願いします。はい、ね、バレなそうだね。バレないと思う、ね、バレないと思う。いいよ、これごと持ってっちゃっていいよ。大丈夫ですか？これは入らないし。なんで？大丈夫。楽しい。ここ補充なさすぎ。なさすぎ。なさすぎだね、向こう。ない。もう結構すぐなくなる。はい、じゃあ帰りましょう。思うよ、オーラがあるからきっと。全然バレないじゃないですか。バレない、やばいよ。でも目はね、何人か合ってんだよ。はい、青いジュース、悩む。マスク取ります？すぐバレると思うよ、オーラがあるからきっと。全然バレてない。みんなあれ本当に佐藤みたいな髪の毛長いからかな、多分。カードお願いします。2600円。すぐバレると思うよ、オーラがあるからきっと。おすすめだよ。
すみません、お待たせしました。なんかすごい売ってる人なのになんか変わった感じの人だなって思ってたら、んって。せーの、おかえりさん。いらっしゃい。かわいい。恥ずかしさの顔に変わってますね。なんか熱くなっちゃうの。あのね、メガネかけてる時に親みたいな顔してる人はいたの。あれみたいな。でも違うよなみたいな顔して、いや話しかけてここはって思って、なんとも言えない緊張感と、いやでもね、あそこにいた5人は気づいてたよ。なんか端の方でこうやって見てる子もいたから、一応オーラはあるはず。ちょっとだってカツラつけてたのに気づかれたから。いやでもね、これね、恥ずかしい。もっといっぱい人がいるところでやってほしいね。言い訳じゃないですよ。実はですね、さっきライブが始まる前に変装してグッズ売りにいたんですよ、私。多分ね、気づいた人は何人か気づいたんですけど、カツラかぶってメガネしてマスクしていたんですけど、ああ、おかえファンはあまりグッズ買わないんだな。皆さん結構ね、目とか合ってたよ。合ってたけど普通に通りすがってたのね。でも違う、それってそんなに寂しくない。でも、うん、でもスタートがいるはずないと思ったんだよ。そうだよ、うん、一生懸命私たちもカツラをね、切ったり前髪切ったりとか、ここになんかチュンチュンチュンってなんかそばかすかいで、ね、ちょっと変装したんだよね。変装したんですけど、まあね、そうやってね、たくさんね、今皆さんグッズとか持ってくれていますけど、汗すごいかいちゃったでしょ。かいたよね。だって色変わってるもんね。じゃあ帰りは、私はいないけどグッズを買って帰って。ないよ、もう気づかなかったんだから。またいつかどこかの会場で